私たちにできることは、本当の自分を探すことではなく、今、目の前のことを、一つ一つ、淡々とやっていくこと。自分探しをして30年。どうしたら本当の自分が見つかるのでしょうか？と質問する人がいます。私の答えは、今のあなたが本物の自分です。あなたの中に他にすごい人がいるわけではなくて、今生きているあなたが本物です。今は主婦や OL をしているけれど、本当はもっとすごいことができるんじゃないか。違う自分がいるんじゃないか。と思っているから、主婦や OL、現在の仕事に本気になれないのです。本気になってやらないから、全部が中途半端。だから、本当の自分にも出会えないのです。今の自分は、本当の自分じゃない、と、今の自分を 90% 否定しているのです。自分探しをしている人は探し続けてもいいですが、おそらく出会えないでしょう。私たちにできることは、本当の自分を探すことではなく、今目の前のことを一つ一つ淡々とやっていくことしかありません。一生懸命やらなくてもいいし、必死になってやらなくてもいいのです。ただ、力を抜いて淡々とこなしていけばいいのです。自分がやるべきことを淡々とこなし、その過程では、不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句を言わない。そういう生き方が、大きな宇宙空間で言うと、神を否定しない生き方、ということになります。